どうも、今回は専業主婦のまあ年収についてね、いろいろとコメントが上がってまして、それに対して、フィーフィーさんがですね、反論しているということでございます。まあ、フィーフィーさんってね、結構いいことを言うと私は思ってるんですよ。で、何者にも忖度せずにズバズバと切り込んでいって、フェイスブック をはじめ、Facebook じゃない、YouTube か。YouTube チャンネルね、私結構好きで見てるんですよね。もともとフィフィさんって私はあまり好きな人じゃなかったんですけども、話を聞いてみると、頭がいい方っていうかね、賢い方って私好きなんで、フィフィさんの更新された動画は、くまなく見るようになりました。その中で、専業主婦の労働は、年収換算1300万っていう風にね、 自己評価している主婦の方がいらっしゃるっていうのは以前から私も知ってるんですよねその根拠は専業主婦の労働を時給に換算すると1500円で24時間働いていることになるからっていう計算らしいんですよねまあお疲れ様でございますまあ私から言わせてみると専業主婦私はねあの年収を稼ぎながらしっかりとした年収稼ぎながら、ま、ず家事育児きちんとやってますしねそんなん大変かなと思うんですけどね お金ををもらうよううよよなななことししてるような気はしないんですようんまあでもねそれは個人的な話の考えとして先歩譲ってじゃあ専業主婦の年収が本当にね1300万あるんじゃないかなっていうふうな目で見ていこうかと思いますで今の時代専業主婦ができるということは相当恵まれた、まあ、家計収入ですよね例えば旦那さんが年収2000万とか3000万あればもうね奥さんは趣味で働く以外 もう外で働くっていうこととか何か副収入を得るって必要はないはずなんですよそうなると専業主婦ができるようになります、ね、そういうふうなあの家に住んでる方とか廃棄屋をお持ちの方っていうのは多分ね一戸建てにお住まいの方で部屋数も多くって10部屋ぐらいいあるんじゃないですか例えば掃除するにしてもそれだけの大豪邸だとさすがにね年収1000万とか2300万もらわないと合わないっていうのはまさに私納得です ただ 2DK とか 3LDK に住んでる人で家事が大変なのかなどうなのかなっていうのはそこと比べると大いに疑問があるんですよねだからはっきりと簡単に言わせてもらうと専業主婦の年収換算は1 3 0 0 4万になる人いるでしょう確かにでもだからといって専業主婦の全部がそうだとは思えないんですよねだから冷静にですね客観的評価として私の専業主婦の 労働収入ってのは年収換算したらいくらでしょうかっていうふうに客観的な外部機関に計算してもらったらいいんじゃないかなと思うんですよえ。そしてですね、ぜひね、これはね、専業主婦についてから言うんじゃなくって、結婚を前提としてお付き合いする人に、私の専業主婦としての年収は換算して1300万なんだけども、あなたどう思いますっていうふうにパートナーに聞いてから結婚してもらえるかどうかっていうのを聞いた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、その上でね、あのー、 それにに見合わななないよようう結婚生活を押し付けてくるような旦那さんには私の専業主婦の対価年収1300万なのよあなたどういうことなのよって怒ってもいいと思いますけどもまあいろんなことを覚悟の上でねこの人と一緒になろうと思って後出しで今更のように私はね専業主婦大変なんだよ1300万くらいの価値があるんだよと年収600万700万で働いてるあんたとは比べるものにならないのよっていうのはなんか違うんじゃないかなと思いますよね。 うん、いや本当に1300万だと思うんだったら、マーケットで買ってもらったらいいんじゃないですかなんかいろんなマッチングサイトあるんで、ビジネス系のね。私は専業主婦やりますと。1300万で、あなたの家の専業主婦全般を担いますというふうに募集出してみたらどうなるかってことですよね。1300万じゃなくても、じゃあぐーっとね、1300万を落として、300万であなたの家の専業主婦代行します。1年間。300万くださいって言って、 300万ですらオーダーが上がるかどうかってことなんですよ。まあそういう風にして自分の年収を自分で見積もるのはそれは自由なんでいいんですけども、結局はマーケットがそれを許すかどうかってことなんですよね。どうでしょうかね。まあ、それはシンプルに思います。その上で、フィーフィさんがどんなことを言ってるのかってことに、まああの、踏み込んでいきたいと思いますけども、うんそうですね、ここですね、専業主婦そのものを叩いたわけではないってことですよね。これはね、フィーフィさんの発言を見てれば、 私は誰でも分かることだと思ったんですけども、分からない人がなんだか反発してるんでしょうね、きっと。例えば、専業主婦を見下している <laughs>。たくさんの人を傷つける発言だ。そうかなと思うんですけどもね。これ専業主婦叩きですかね。専業主婦で入れるって結構奇跡のポジションだと思うんですけども、有名税とか思ったらいいんじゃないかなというところもありますね。いや、そもそも、このフィフィさんの発言を見るって結構暇な人だと思うんですよ。<laughs> <laughs> だから、その、 フィフィさんの発言をこうね、見つけ出して、わざわざこの人に対して、なんかね、逆風を送らなくてもいいんじゃないかなと。それこそ専業主婦の人が本当に忙しいんだったら、こんな記事読んでる暇ないでしょうっていうふうに思うんですけども、どうでしょうかね。はい。一体フィフィはどのような思いで上記の投稿したのか、本人を直撃したところ、専業主婦そのものを批判したか,かったわけではありません。むしろ私は家事も育児もワンオペナルでそれらの大変さを理解してますとの答えが返ってきた。まあそうですね。 フィフィさんがご自身のされてるう育児、主婦に対して、1300万の価値がついてるっていうんだったら納得できますけども、どうですかね、1300万円と同等の専業主婦活動をしてる人って、どのぐらいいるのかなってことをシンプルに考えてみるとね、その1300万がもらえてないってことは、1300万じゃないっていうふうにマーケットが判断したんじゃないかなと。少なくとも旦那さんはそういうふうに判断してるから、 専業主婦に対対ししてて価を払うってことがないしそれを受け入れてるからこそ給料なんてもらわずに専業主婦やってるんじゃないかなとそもそも好きな人のために尽くすことにお金を要求するってどういう神経なんだと思っちゃいますけどねでお金をもらわないとやってられないって言ったらそれは結婚でも何でもないですよねうんまあいわゆるどうですかね自分の専業主婦業に高い価値をつけてね 旦那をどうしたいんですかね1300万くれ,ってくれって言いたいんですかね年収600万とか700万の旦那さんに対して、私専業主婦やってるけども、1300万よって言いたいわけなんですかねうん。まあ、それは結婚前に <laughs> 言った方がいいと思います <laughs>。あの、私は1300万の主婦業をしますんで、そのレベルでやりますんでっていう,うね。とても1300万のレベルではできてない人が、私は1300万っていうふうにね、言ってるようにしか思えないんですけども、どうでしょうかやっぱり労働ってのは、 専業主婦だろうどうだろうが質の問題がありますんで、ただ長い時間やってれば、かける時給1500円となるわけではなくて、いや、この働きには1500円とても払えないよっていうふうに経営者が言ったら、やっぱりそれはね、転職、つまり離婚をお勧めするってことになっちゃいます。どうなんですかね、この辺はね。うーん。どうなんでしょうかね。どう思いますかっていうことでございます。それぞれ意見があると思いますけども、今回、フィフィさんに対してはどのように思っていらっしゃるのか、またね、 何かありましたらコメント欄で聞かせてください。